うわ先行破れた軸だ、破れた軸じゃねえ、破れかぶれだ、めちゃくちゃ強い。これは相手に事故ってますね。これは事故らせたんですね。この左側のアスカランブレが使ってるデッキは破れかぶれのギラティナとかを使って手札をぐちゃぐちゃにしつつ自分は粘土ルがあるから平気ポン、もう手札準備してますもん。はい、ほらそう、うーわーで、しかもこっちはまだ粘土使ってないから、ね、はい、あ、そう、アセレラが強いんですよ、このデッキ、はいはい、またぐちゃぐちゃにできるからひどい、倒して勝ちだわ、知ってた知ってた、うんうん、強いから、これギラティナでぐちゃぐちゃにした後に粘土でいっぱいドローします、僕ぐちゃぐちゃです、ぐちゃぐちゃ倒しました。名古屋を代表する電動勢の名前を一人挙げてください。アスカランブレーさんですかね。名古屋を代表する電動勢の名前を教えてください。アスカランブレーさんアスカランブレーさん、アスカ、アスカさん、電動やりたい、電動やりたい、名前を挙げてください。やっぱり姉デパミさん、やっぱアスカランブレーさんやっぱ代表ですね。お願いします。アスランさん、来てください。アリス、はい、アスカランブレーさん、ください。アスカランブレーさんです。名古屋を代表する電動勢の名前を教えてください。アスカランブレーさん。はい、続きましてこの時期、はい、調子に乗りまくっていたアスカランブレー、はい、VS、一歩くん。一歩くんはもともとエクストラ勢だったんだけど、はい、エクストラの禁止制限でいろんなカードが、はい、彼のエクストラのデッキいろいろ禁止がかかっちゃって、はいはいはい、電動するわついて電動勢になりました。なるほど。ということで多分禁止カードいっぱい入ってるんですよ、はい、当時の、うん、当時は使えたカードたちってことですね。そう、スタンプとか、レッドカードとか、うん、なんか一気にさ、そのマーシャドウとか、あ、はいはい、一気にそのエクストラで禁止になったタイミングがあったじゃないですか。あれまでは、この一歩くんはエクストラの人だった。だっけ、松房とか巨色とかその辺ですかね。巨色、いや、もっと最近、もっと最近、もっと最近、うん、ムサコジとか、あ、はいはい、が一気にそのエクストラで禁止になりましたよ、はいはい。あとマーシャドとかか、まあ、本当にあのタイミングでなんか使えなくなっちゃったって電動やるわっていう、今まで僕が出会ってきた電動勢は、はい、どっちかって言ったらこのカードを活躍させたい電動だみたいな人多かったじゃないですか、はいはいはい、この子はクソ強いエクストラのデッキを握っておきながら、はい、なんか禁止になったから電動でやるわっていうこの不純な動機で電動を始めてる不純ではないですね使ってたカード禁止になっちゃったっつってでもまあ今不純とは言ったものの今後結構ありそうだよね、はい、スタン落ちしちゃった、うん、エクストラにしようとか、まあ、スタン落ちしちゃったから電動しようみたいな、全然ありですねまあ今不純って言ったの確かにこれ言葉悪すぎてねはい、そんな一歩くんの動画です。はい、そうですね、こっち側が先行だと多分スリーブから多分この頃もまだあれ使ってると思いますね、プテラぐちゃぐちゃデッキ。なるほど、うん、好きですねそう、マジで使ってた。あ、だよね、ギラティナ、はい、メタモン、まあ、いつもの通り先行ぐちゃぐちゃデッキをかましていくと思います。デストボール、これも多分プテラですね。ここまで来るとみんな右側のデッキの動きが終わってくるああこれどうせプテラでしょみたいな、プテラかヤジロンかな、プテラだな、あ、ヨジロンですね。まだ俺が分かってなかったまあ手札したいですからね、さすがに。あるかな、おお、ミステリートレジャー、これはあーミステリートレジャー、ギラティナじゃないですか。ギラティナぐちゃぐちゃにするか、プテラ捨てましたね、捨てましたね。このデッキカプーテテフ入ってたかな、あ、ギラティナ、本当本当大丈夫かお前そんなにいっぱい手札あるのにどんだけぐちゃぐちゃにするのに命かけてんだ。あ、格闘道場、格闘道場、ギラティナ、喧嘩もしましたね。ほんまか、相当じゃないここでここでぐちゃぐちゃにするの相当じゃない、大丈夫やっぱり破れかぶれは自分も事故る可能性があるんだね。あ、まあ確かに、うん、あいつ確か逃げコス3とかですよね。そう、逃げコス3、ギラティナは、ね、なんか自分もなんか使ってる時軽石つけないと逃げられないなとか思ってた思いがあるので、そう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 入れ替えか軽石かグズマ、うん、1234 1234、うん、
さて、おプテラ、よかったよかった、ちゃんとプテラ出せる、うん、ちゃんとプテラ出せるの偉いな。お短周量と、さて相手がまあメタモンしか見えてないからどんなデッキ使うか分かんないんだけど、まあ一進化デッキかなって感じですね、とりあえずは。あ、そうですね。あともうぐちゃぐちゃ、ただこれ、うん、初手5枚はやっぱ辛いですよね。おジランチ、あいいね、いけるいいねいいねって自分で言ったけど、はい、別にこっちのデッキが悪とは限らないからね。お怖いお姉さん、怖いお姉さん、怖いお姉、怖いお姉さん怖いですね、今この状態で見せられるの。でもこのカード好きですよ自分。よくあのジラーチであの6枚ハンデスとかしてました、ね、あのリフレインでしょ。そうですね、コアオネハンデスリフレインハンデスでしょ、うん、あのえぐいね、相手がスタジアム張ってくれるとなおよしみたいな。これやん。うわー、えっていうことはゼロ、あそうか、4枚ドローしたうちの1枚がプテラで、その後にいけー、うん、一歩くん。やばい、うわー、いけー、しかも格闘場所破壊したのでもう、しかもさ今捨てたのハイパーボール、ハイパーボールソロリングじゃん。うわ絶対次のターンさハイパーボールで粘土ル持ってくる気満々だったでしょ。いけーって。右の人。うわこれは板の2個玉張りましたね。なんだこのデッキ、ターン渡しましたこれ。おー進化しまして、ターン終了する。メガ進化するとターン終了するんでね。なんてこった。いや今のコアオネは格闘道場張らんければよかったな。そうですねこれは、うん、まさか先行高校行ったのかだか、うん、ここまでされるとは思わない。待ってこいつさ、こいつって一歩くんさ、はい、コアオネ、おーマジでやば。なんかコアオネ打ちたすぎて後続続いてないやんって言おうと思ったけど、ちゃんとジラチおったわ。そうですね、くわーマジか。他でドラサバを持ってくればコルニ、コルニってことは粘土ドルかな。まだデッキ見えませんねこれ。デッキ見えないけど粘土ドルじゃないですかね多分ね、うん、コルニ入ってると大体粘土ドル。ヤジロン。本当にヤジロンだよ。ここ最近の動画も毎回全部ヤジロン。ゴジャボなんか展開しつつ、そのままゴジャボかな。そうですね、粘土立てられるの嫌だね。もうハイパーボールなんでボール系持ってるとね、まあ、コルニでもいいんだけど、うん、次のターンから粘土でぐるぐるされちゃうから、ね、うん、何持ってくるか。オーディエンスボール、お前テキスト知ってるやろって感じ。なんで今テキスト書くんですか。あーゾロワーク、ゾロワーク今ちょっと弱点やったの気にしますね。あーなるほど、弱点どこだっけみたいな、うん、これどこだっけ、蝶かな、え悪かな、悪じゃないだろ。このカードが出た時代悪タイプはさすがにありましたね。あるあるある、ライオットビートの打点って、相手のベンチだ、自分のベンチですね、自分か、1、2、3、いやブレカブレ悪2倍ですね。あらまあ、これ打点なんで、ライオットビート1、2、3、4、自身含める、自身含めます、スシーン80、ス160、うん、やられますね、苦手な、そうかそうかそうか、いやですね、最初のコウモネが全てだった感じするなこれ。ライオットビート、はい、ギラティナが気絶と最後1枚取られると。はい、いやまあただ逃げコスゼロのやつ、逃げコスが重いやつがいなくなったんでいいんじゃないですか。まあ手札もないんですけどね。逃げコスどころか手札も何もない。サポートだよ、プラッタか M か、粘土ルって思ったけど今このタイミングは粘土ルでも何も起こんない、できないですね。粘土ル1枚か2枚絶対手札をできることに渡しましたね、うん、レベルボール、これはヤジロンが粘土ルになりますね、なりますね、確定になります。あーいやー頑張れ頑張れ俺、散々あの人の初手をいじくり回してきた人の。いやーマジでさっきのコーネーやばかったな。なんかいやー粘土先に立てられたよ、屈辱だわ。マジか、
てかこの子もともとエクスラ出身のくせにちゃっかりちゃんと粘土に入れてるじゃん。サーチャーですね。コルニかな。びっくりした。また判定されるかと思って。いやさすがにスタジアムがないんで。コルニ、びっくりした。コルニ、はいはいはい。格闘ポケモンとグッズ、格闘ポケモンとグッズ、このタイミングで持っていくのヤジロンな気がする。まあそうですね、まあ、ヤジロンか、まあ、まあ、あげるならあとはゾロワークしか見えてないので、なんか多分もう一種類ぐらい入ってそうですね。ウソッキーとかね、うん、あの相手のメンチとかの話、ウソッキーとか、あとマーシャドウとか、ああ一瞬かさっきとか、あとはヤジロン手札に持ってるんかか、ネストボールで、いやネストボールで、ヤジロン持ってくる可能性、あパソツ、パソツ、パソツ手札に、手札にネストボールあるかもしれない。いますね。さてないか、パソツ、パソツ使った、マジか、メンドール捨てたよ。2体目はいらないと。後悔させてやるよ、ゾロは。じゃあ捨てて、はい、何持ってくるのかな。普通ここで持ってくるのなんだろうね。このターンサポートってコルニです。あコルニか。これ今だったらさ、はいはい、ベンチにヤジロ、何これ、ナイトシティ、ブラッキー&ダークラインのデッキに入ってたよ、スタジアムかな。それかシオンタン、どっちだろう。あシオンタンっぽいな、手札見れるやつかな、光で見えない、うん、イラストがそもそも見えない。シオンタンだったら手札見れるやつかな。手札見入ってきたね、ハイパーボール。あーシオンタンですね、うん、手札がハイパーボール。あと2枚カードが揃えば、いや2枚じゃない、3枚か、あと3枚手札が増えれば、粘土の6枚ドローチャンスが訪れると。なるほど。いやこれは一歩くんの手札か。粘土ルールー、粘土ルール、普通にゾロアグでビートダウンしてるだけでも強いな。待って、マーシャドいるし、おお相手俺と同じだぞ。取引、取引ですね。あ捨てたね、マーシャド。まあこの場で使っても手札が増えるだけだしね、これ。待って、鋼エネルギー入ってる。お前、鋼エネルギーだったね。まあ殴るにしても、うん、もう一体攻めて出しておきたいですね。なにこれ、なにこれ、あ、なにこれ、メルメタル、ルカリオ&メタル、ルカリオ、ルカリオ&メルメタルだ。これなんだ、何ができたっけこいつ。まあ GX 技で、鋼ポケモンが受けるダメージがマイナス30ですね。なんだなんだこの100点飛ばして終わりと。これライオトビーとか、ライオトビーですね。ちなみにこのメルメタル、ルカリオ&メルメタルについてるのが特殊鋼エネルギーで受けるダメージがマイナス10と。はい、お、ハンド見せて。おい、こういるじゃん。フレアダンの下、エネルギー破壊のフレアダンの下っ端とこうね、こいつやべえな、こいつっていうかやべえな、完全にドローは粘土に任せて妨害に特化したサポートじゃん。やば、え、あ、そうか、ターン終了したのか。次のターンシオンタウンさようならですね、これ。おえシオンタウンさようなら。おえ、そうだ。おえ、これはやばい。マジか。もう、うえ。やべえな。えぐいな。もう一体ポケモンを。ちなみに、俺もう気づいてるんですよ。はい。バトルサーチャーあるじゃないですか、はい、スカイフィールドあるじゃないですか、はい、次手札3枚揃ったらまたコマオネされるんですよこいつ。そうですね。えぐっ、うわ、手札3枚揃う前に純粋になんかサポートドロー層のカード引かないとダメですね。そうだね、俺がドローでプラタンの博士引いたらなんとかなります。なんとかなりますね、うん、いや N でもいいよ、 N プラタンの何でもいい、ね、何でもいい、何でもいい、何でもいい、頑張れ。スカイフィールド、次のターン、
次のターンのコアオネのためじゃんこれ。もう一体出せば倒せるかな。倒せるかな。体力いくつですこいつ。220か320ぐらい。220だなと1体でいきますね。220かな。あ、燃料ル。燃料ル。6ドローかな。5ドローかな。5ドロー。いや、これバトルサーチャーじゃないどうせ。サーチャーでしょ。手段持ってるの。いや、フラダリ構えられてる。くぅー。多分あれです。フルメタルオールもあの、エネ破壊するためだけに入ってる。あー、そうだな、あいつの GX は2個エネで相手のバトルポケモンのエネルギーすべてトラッシュなので、ありえるわありえるわ、それありえるわな。クチート出したの何これ。ハイバーボールクチート、ハイボでクチート持ってきたんですね。なんだっけ、あ、ほらちょうど俺も確認してるなんだっけ、これあの種ポケモン出すやつなんですか、クチートって。相手の手札の種ポケモン出すか。ね、手札を見て種ポケモン1体全身出すよってやつ。こいつが出た時に。なるほど。ただ手札はゼロですね。誰かさんのせいで手札はゼロですと。いやー、ほんとハイパーボールでクチート持ってくるけど出しはしないのかな。出すのかな。火力は上がるもんね。出さないと火力が足りないですね。なるほど、出しました、ね、出せましたと。これで打点は足りると。打点もそうですね。いやー、サポート使ってないの。あ、ライオ…え、なにこれ。ライオの取引2ドローですね。あ、倒された。さあ、テラがやられた。最後2枚。これは雲行きが怪しすぎる。さあプラタン頼む。終わった。粘土ルは残しておきたいんですよ。トップ粘土ルで全部持ってきる可能性あるからね、うん、フラダリいるんじゃないけど、めっちゃ交渉してるよ。動画的に入れないけど大丈夫とか言ってるかもしれない。めっちゃ交渉してる。なんかめっちゃ交渉してる。なんならさっきのバトルサーチはこのターンで使って、あの、ハンデスして殴ったら、あの、ヤジロン一匹なんで、なんか、みたいな。めちゃくちゃ交渉してる。何かめっちゃ持ちかけてる。なんかめっちゃ持ちかけてる。なんだ？ゾロは。ゾロは。はい、クチート手札見してね。見るだけ。ニコ玉か。いやー、ほんまか。まだ粘土ル使ってないですね。2345678216160。 効果抜群か。関係ないわ。関係ないですね。それルザミンですね。トラッシュのサポートスタジオ。ちょっと待って、これさ、スカイフィールドと、あ、違った。シオンタウンと、コウムネカン。コウムネカンですね。ゲー。で、次のターンも完璧と。次のターンもルザミンで打てますよっていう脅しを。取引。あと勝てるビジョンがあるとするならば、はい、右側のデッキの話なんですけど、はい、そうですね。とりあえずヤジロンを粘土に進化させ、はい、今度はまだハンデス食らってないから手札1枚あるじゃないですか、はい、次のターントップで、まあ、粘土に触れるカードを引けば、うん、まあ、少なくとも今手札が1枚あるので、うん、この1枚を生贄に捧げて、うん、6枚に変えることができるんですよ、うん、トップ粘土引けば。1枚は2個玉。
貼るんか、もしかしてサイコリストア、サイコリストアじゃない、なんだっけ、サイコバランスか。ヤンジロンサイコバランスは、1イネか0イネか忘れた、いや多分1イネなんだけど、はい、相手の手札と同じ、あーミスに取れちゃう、おギラティナ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 ギラ、おおいけ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 、これで粘土を引けばいいんだから、はい、これで粘土を引けばいける、いけるんかな、あと相手のサイドが2枚ぐらい、2枚ぐらい、2枚ぐらい、結構取られましたね。こっから立て直せそうな気がするけどな、うまいことぐちゃぐちゃにしながら、そう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 、いいですよ、ここで粘土を引く、うん、粘土じゃなくてもいい、ボールでもいい、サポートもないから、いけいけ、おー来ましたね、いいねいいねいいですね、これはいけるぞ、ミステリートレジャーから解決するとは、ここからプテラ展開か、で、ゾロアークの弱点が塔じゃないですか、はい、プテラがなんと塔なんですよダブル無色手張り、はい、ネガターボって言うと思ったけど、あいつ進化が一旦かかるわそうか、いけるいける、頑張って頑張って、これ粘土チャレンジですね、うまい、さて1、3、4、5、何を引くのかそうだね、まあ、でも一回粘土ちゃえばサポート使ってないし、もうこっからちょっと遅かったけど、うん、盤面作りに行けそうな感じはある、うん、おこれは単価かな、いや単価じゃないな、時のパズル2枚揃ったかも、プテラプテラプテラ落ちてるのやばいな、うん、単価かパズルか、ブルーの探索いいぞいいぞ、タンカーでも時のパズルでもどっちにもアクセスができる、うん、逆にこれあれだから、はい、みんなこんだけ、うん、このネンドルギラティナのデッキ見てたら、うん、みんな逆に愛着湧いてるから負けんなみたいなここまで勝ったら勝てみたいな感じになってるから多分いける、ギラティナとギラティナとギラティナ、なんか、うん、何でした、分からん、見てなかった。最低でもプテラは立たせたいですけどね。わかる。ネストボールかな、じゃあ。プテラ立たせることに考えたらネストボール1枚と、パズルも欲しいと思うな。おお、パズル。ああ、そうだね。はい、まあ、ネストボールじゃなくてもいいか、ボールだったら何でもいいな、はい、じゃあボール、うん、これパズル欲しいと思うなって言ったけど、ってことは手札にパズル1枚あるんかな、おそらくですね、まあさすがに手札にパズル0の状態でパズル持ってこないと思うんで、うんうん、まずはプテラ1匹、うん、立て直す、ネンドールってトーム、まずちゃんと俺で技打ったことないんで、ちゃん粘土で倒せないかな、ゾロアーク、おー1円に貼る、うまい、いけいけいけ、これパズルですね、多分あ、なんだっけの、今抜け、おおおいけるのか、とりあえずネンドールが逃げられると、ちょっと待って、これ穴抜け大丈夫か、次フルメタルボール GX でエネルギー全部落とされん大丈夫、ネンドール逃がす、逃がすのはいいとしてエネルギー飛ばされるような絶対飛ばされるような、いや穴抜けは怪しいぞ、穴抜けするなら怪しいぞ、このままだとネンドールを次のターン失うことになる、あ、そっかそっか、そうだよな、苦肉の策、じゃあエネルギー払わなくてよくね、お、ギラテナですね、ギラテナ捨てましたね、これ、あ、なるほどなるほど、そうだね、あ、そうだわ、うん、俺も今ちょっと実況しながら焦ってたわ
お前それプテラのエネルギー落とされるぞみたいな危ないよね、うん、ちゃんと考えてる。で、どうする？とりあえずゾロワークはどかしたって感じかな。おー、ええよ、ええよ。ブルーの探索と、俺こんなに悩んでるとこ初めて見たかもしれないいつもパシャパシャやってるのにね、ギラティナ、ギラティナ、まああれか、粘土立ってるからいっかって感じかな、まあ多分格闘道場、スカイフィールド潰して打点を下げようっていう作戦かな。そうですね、これで捨てなくていけなくなりましたねゾロアークの最高打点がこれで120。そうですね、でプテラがまあ倒せる、耐えれるわけじゃないんだよな。それでもプテラ2回確定2発は変わらないまま、うん、コンプレッサーで3枚のカードを落とせる。なんだアセロラかな、なんかあの見切れてて分かんないあの背景はアセロラっぽいな。あ、そうだ、アセロラ、トウエネ、あと1個、フラダリかな、アセロラ、トウエネ、フラダリ、ぜひ頑張っていただきたい、うん、ギラティナ、おお、ぐちゃぐちゃに、ようやく試合が始まった感じがする、うんうん、さあここから挽回できるか、うん、多分してると思うんだけどここからサイド6枚めくるのは相当つらいですよ。粘土ール逆に粘土ール先に潰しちゃえば、うん、ただこれタグチームじゃん、うん、ここで 1,2,3 で粘土ールで4でゾロアーク倒してる4,5,6、まあ、ゾロアークじゃなくてもいいや、周りの口と、うん、粘土ールタッグチーム、なんかサイド2枚になってやれば、まあ、いけるっちゃいけるんじゃないかな。いや、でも、フルメタルウォールされると、渡しましたね、これ。防御力が上がっちゃうから、うん、なんだっけ、こいつ。ルカリオ&メルメタル、うん。倒しづらくなっちゃうね。そうですね。フルメタルされると。っていう感じ。まあ、何にせよ、このエネルギー3個ついてるのはめちゃめちゃ怖いね。うんうん、あとは、手札が今何枚かわかんないけど、コアをね、コアオネがただただ怖い、うん、コアオネとシオンタウンが確定ですね。あ、違うわ、戻ってるのか。そう、一回、回戻ってるから、まあただぐちゃぐちゃにしてるとは言えゾロワークとネンドールが、まあ、それぞれ1匹ずついるから、うん、まあ、なんとでもなるっちゃなるかもなあ。ここでもコアオネかネンドール、まあ、でさっき、はい、これ幸運なことに、うん、ルザミーレで手札に回収してるじゃないですか、はい、あれをそのままトラッシュのままだったらバトルサーチャーで解決されてたんですよ、このターン。でもまあ回収されてるから山札の中にぐちゃぐちゃに混ざってるから、まあ、ルザミじゃねえよ、コアモネをまた引かなきゃいけないと、うん、バトルサーチャー今手札に持ってたの見えたけど、うん、これじゃ解決してないからね。オゾロワーク取引、ね、うん、おバトルサーチャー捨てた、もうコアモネをアクセスできない、うん、バトルサーチャーなんかいらない子だと。2回目進化、クラハン、うわクラハン、どっちこれ、取引じゃないな、使うな、もう一回画面の外だったけど表だったので通ったそうですまあまあしょうがない。で取引で2枚、まあ言うて進化してしまえばね、メガターボでどうでもなるので、ね、そうダブムとメガターボで解決できるから、うん、まだこれはそんなに厳しいところじゃない。さあこれで一応上の技も出るようになりましたね。鋼のなんちゃら150点、ギラティナシーやられちゃうな。どっちですか、まあここは倒した方がいいな。あスカイフィールドですね。っていうかそろそろマイナス20きついだろ、ロックドリルダイブが110しかダメージ出ないから、うん、格闘道場込みで、まあ、150倒しましたねこれ、なんか格闘道場込みで150だったんですよ、うん、本当は、うん、だからまあ2パンで、まあ、300まで狙えるんだけど、うん、
鋼で、ね、だソウルリンクつけて、おー、手前でそれやるのはちょっと厳しいぞ。ニコタマに手張り剣を使わなかった。これはいや、これ等エネルギーの枚数今数えてるから、はい、あのメガターボ2回打つ可能性あるぞ。メガタメガタって決めたらかっこいい。マイナス20。フィールド破壊してもう1回。おーおーいけるいける、152発。いや違う、150じゃない。マイナス20されてるから、130も2発で260で、フェルメタルって多分 HP260 だよ、ね。いける、いけないよ。キリノタン、フェルメタルジークされたらマイナス50だよ。いけないよ。頑張って。あ、メンドール。1、2、3、4、5、超えて6枚だな。メガターボ、メガターボ。おお、いけるぞ、いけるぞ。メンドールも使ったけど、サポートはまだ使ってないね。コルニがいるんで。コルニですね。はい、コルニいるし、なんなら、ミステリードレジャー、ギラティナでもう一回ぐちゃぐちゃにして4枚で引ける可能性もあるんで。うん、ありますね。まだ全然ある、まだ全然ある。まだギラティナいるんですよ、ちなみに。わからん。うん。多分デッキに4枚ぐらい入ってると思う。4枚多分ね。4か3。いけいけいけ。さて。なんてびっくりした。なんだなんだ。メガターボ2発頼む。メガターボ2発使ってくれ。いや、メガターボ1回、はい、時のパズル2回使ってメガターボ回収とかありえるから、ね、マジで。そんぐらいそのネンドールとギラティナとコルニ、うん、手札をすごい整える力あるから。めっちゃ悩んでるってことはなんかできるんじゃないかな。おっ、なんだなんだ、ブルーの探索か、探索かな、ここでブルーの探索だろうな。パズルが山にどんだけ残ってるかにもよる。サイド一枚も取れてねえし。、うん、探索しましたね、うん、探索探索するってことはもう正面殴りに行く。しょうがないな、うん、パズル、パズルメガターボ。いや、メガタメガタかな。いや、メガターボそんなデッキに入れてるんですよ。多分2だと思う。ああ1回も使ってないよね。まあそう、ずっと進化してないし、うんうん、パズルメガターボ。これやる気だぞこいつ。こいつやる気だぞ。メガターボをつける。決めろ決めろ決めろ。なんで2枚持ってんだこいつ。まず1個。もう時のパズル2連打。決めにいけいけいけ。メガターボといけ。いや、サーチャーかなんかかな。いけいけ、頑張れ。裏だり、 裏だり攻めの一手じゃない。確かにゾロワークは効果抜群つけるからね、うん、ゾロワークに対しては。メガターボでとりあえず技が打てるようになったと。ロックドリルダイブ150。うん、軽減の20マイナスで130。ダメだよ、次のターンフルメタル GX エネルギー3個潰されちゃう。ダメだよ。か、まあ、次のターングズマとかやったらそれであれなんですけど。え、待って、相手サイド何枚なんだろう。1とかじゃないですか。1か、画面でちょっと見えないですけど、1か2ですね。1だったら、1だったらもう、うん、そんなこと言ってる間もなく終わりですと。これ1っぽいな。そろそろそろみたいな。粘土ボール、粘土ボール生命線だよ。
120。粘土が HP80 だよ。終わったいや途中までいいと思って、いや途中の巻き返し、俺過去の自分を称賛したい、称賛したい、おや称賛したい、マジでパズルパズルで、いやもう称賛したい、これはみんなぜひ組んでほしい、レンドールとギラティナとコルニーの出張セット、出張じゃねえな、もうこんなもん、みんなレンドールコルニー使ってみてほしい、はい、やばいだろこれ、右も左も粘土でぐちゃぐちゃするのやばいだろ怖いお姉さんでハンドゼロになったのは、この破れかぶれしたからですかねお前自分で破れかぶれしなかったらハンド残っとったやんくそ自分の首絞めた最初のギラティナが、そうですね、1ターン目に道場を張ったのは完全にミスでしたねね、なんかとりあえず張っとこうって、とりあえず張った道場でハンデスされちゃったよみんなも1ターン目にはスタジアム張らないようにしないと、ハンデスされるからね。ハンデスされるから。ハンデスされるからね。いや、よう持ち直した、マジで、うんうん。と同時にやっぱり粘土強いの。そうですね。うん、いや、ダブル無色エネルギーとミステリートレジャーから、うん、ようここまで持ってった、うん。サイド1枚も取れてないけど、ここまで持ってったっていうか、何も持ってないと、うん。盤面的にはすごい見栄えがある試合でした。さすがやで。